では、サクサク行くよ。おっと、毛利に向けて、出陣ですか？もう、最終回にしたいので出陣です。部分入場したつもりだったのですが、できてなく失敗でした。太田さんは、ここに入場させておきます。部隊だいぶ減らしましたね。100人部隊減らしたくらいなので、大して減ってませんね。強行36日、これは美味しいです。モグラもいい感じに効果出そうです。皆の者、勝ち時をあげよう。おっと、走り抜いたみたいです。今回も走り抜くのでしょうか？どの程度走り抜くのかにもよりますが、期待できそうです。我に続け。パッと見、もう走り抜けれそうな場所ないでしょ。タイトル、サムネ見ると戦国を走り抜いた武将、豊臣秀吉になってますよ。なるほど、それならまだ、走り抜く場面が出てくるのかもですね。方位55日。ちょっと、毛利7000も兵がいるなら、この部隊じゃ倒せないので、キリシタンに向かわせます。進め！あ、逃げたな。戦略的方向転換です。方位72日で行きます。我らの勝ちよ。勝ち時をあげよ。秀吉か、よくやった。行くぞ！今落としたの、秀吉違いますよ。ああ、間違えてました。すみません。走り抜いたんですよ。そうか、よく走り抜いてくれた。感謝するよ。感謝の気持ちで、お城あげよう。ついでに、高津城もらいに行こうかな。なるほど、武将も一人いるので、兵数差でもらう感じか。行くぞ！小峰城も、我に続け。もらえそうかな。今回最終回なんですよね。ペース遅すぎませんか？ん？普通かな。急いでもないですし。島攻め。片手間に、勢力伸ばしてきたな。おまけに、オートも倒そうとしてたはずなのに、オートも移動しているしな。なので、ゴズメ出します。出陣しましょう。あ、ゴズメ出したら、逃げていきましたね。そういう人なんでしょうね。我らとて、負けられぬのでな。まい！そんな遠い毛利やっつけてたんですか。すっかり忘れてたよ。我に続け！征夷大将軍。勝ちは揺るぎない、いいね。これ、最後倒すお家って、島津で決定だな。強行47日。島津が最後か、どうなんでしょうね。勝ち目はない、いただきました。最後島津とか、そんな簡単な問題出すはずないでしょ。そりゃ、先手、6000と当たれば、勝ち目ないわな。この無の役目よ。こっちは、強行54日、いいねいいね。モグラ攻めも効果ありそうなので、やります。北条が、柴田を。柴田頑張れ。助太刀に参った！史実では、仲悪いのにな。ああこれ、勝てないな。もう、クリアが見えてきたからって、気を抜きすぎじゃないですか？確かに気を抜いて、周り確認していなかったですね。進め。プレイヤーは、ゲームに集中してください。さらに、島津大きくなりましたね。飽きないよ、始めましょう。報告します。白い城、援軍が来ていて、これは勝てないので、勝てそうな部隊を、出陣させます。白い城、前回も、ギリギリで落とせなかったよな。そうですね、
今回は、落としたいけど、無理っぽいですからね。出陣しましょう。あ、強制退却させたな。この心だし、必ずや果たしてみせようと。勝ちは揺るぎません。よし。勝つべくして、勝ったと言えますね。キリシタン王とも、これで、おとなしくなってほしいんですけど。みな、よくやってくれたな。たわいのないもの。かたじけない。強行14日。強行60日。モグラも入れておきます。我らとて負けられぬのでな。かたじけない。毛利ももう本当に簡単に落とせてますね。最初に大軍を蹴散らしたので楽勝です。兵糧も余裕があるのでどんどん出していきます。前進せよ。兵糧に余裕があるのは珍しいな。お、即交渉ついてるじゃないですか。即交渉しましょう。青い人に頼みますか。全面解放90。さすが青い人。終わりですか。拍子抜けです。では大友も倒しに行きましょう。行きます。これで大友のお城は全部取り囲むことになるかな。勢力確認しよっと。大友もう少しで兵糧切れだったのか。残念、兵糧切れまでやっときゃよかったな。我らの勝ちよ。勝ち時を上げよ。参るぞ。あらやだ。進め。この舞台で向かわせた方が早いね。堀秀星は、これは国境警備かな。進むのです。国境警備とか負け星でいいんですか。そこに7700の兵がいるんですよ。手を打ちましょう。島津に勝てないことはなさそうですけど。行け。進むのです。しょうがない、行くか。進むのです。ま、負けることはないだろうな。強行37日ですが、兵数差が3倍くらいだと微妙なので包囲で行きます。包囲で64日。勝ちは揺るぎない、島津覚悟。天下を滑るまで負ける気はありません。あちゃ、当たりが逆だったな。次は無理くさいな。そのままにしておこう。報告します。先月の収支です。今年の元服は3名か。お留守番武将っていうところですね。かたじけない。下地を。兵糧もまだまだ大量に余ってる。島津に行くしかないな。最後島津じゃないって言ってたのに嘘ついてますね。ふっふ、島津のはずないじゃないですか。毛利大友、それは最後のお楽しみです。包囲29日。交渉ついてくれればよかったのにね。そうそう、交渉はつくようなもんじゃないですよ。口ほどにもありませんでしたね。大友あと一個です。兵数も少ないので国境警備にしておきます。進むのです。負けてやるわけにはいかぬ。かたじけない。もう行く場所もないので舞台解散します。最後は毛利か。
26日。もう終わりか。口ほどにもないの。これは兵がかなり多いので島津に当てます。皆の者進め。待機します。おっと、王都も出てきたか。我らに負けても恥じることはない。キリシタン王都も最後は男らしかったぞ。同節さん、もう死にそうだな。跡取りもいるし。病には勝てぬか。戦場で死にたかった。もう少しで統一できるのに、残念な武将だったな。今、入った同節さんが報告します。病気だってよ。病持ちなのに、入ってきたのか。一年半くらいの戦争で、怪我でもしたんじゃないんですか。先月の終始です。怪我ならすぐに治りそうなので、治るの待ちましょう。島津はハッスルするな。うん。他愛もないものだ。かたじけない。官兵衛さんは次に向かわせます。って、国境警備かよ。出陣する。臨機応変に対応できるように南九州に向かわせておきます。包囲58日。ここは負けても堀さんいるし安全だ。行きます。堀さん頑張。出陣しましょう。行幸17日。これは勝てますね。楽勝。やっぱり揺るぎませんでした。勝つべくして勝ったと言えますね。もういらないので返しますか。島津滅ぼす？行けるところまでは行くつもりですよ。やっと包囲網終わりましたね。キリシタン王とも死んだか。秀吉に従いたくなくて自害したな。果たせぬか。同説も従いたくなく自害か。いやいや、病気だって。同じ時期に死亡となると自害決定ですね。おい、ここでクリアか。そうなると、最後滅ぼしたお家が、大友で、最後取ったお城は、毛利か。結局、豊臣に従いたくなかった、同さん、キリシタン大友、自害ってことか。寿命で、たまたま、一緒だったってだけだと思うんだけどな。ということで、ご視聴ありがとうございました。この動画が良かったら、高評価、チャンネル登録、コメントなどもらえると励みになります。この後、回想シーン、エンディングの音楽あるので、よかったら見ていってください。1日1本は怠けすぎというコメントは控えてください。最近モチベーションが保てないので、気が向いたら頑張ります。
くした夢の後、風に聞きつきと話す咲き誇る花シーズン goes around。 大きな夢抱き散りゆく。誰のためとか何のためとか人を競い合う、その意味を探す予感直感が運命を決め、そして全てが回り出す。生きること、自分信じること、生きること、今誰かのために、生きること、前向く勇気。この運命ループに今は好みを任せて生きる。 Living my soulまで見てくれてありがとね。